お疲れ様です。一緒に全身のリンパをドバドバ流していきましょう。今回は全身のリンパ節を刺激します。ぜひ寝る前やお風呂の後に習慣にしてみてください。まずは足をバタバタさせましょう。末端に溜まった血液を全身に流して体の巡りを良くします。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれているので、足をバタバタさせると全身の血流が上がりますよ。次は膝裏の膝下リンパを流していきます。両手をグーにして膝の裏に入れたら、足を動かして膝裏を刺激します。これ痛くないですか？膝裏には膝下リンパという太いリンパ節があるので、ここをほぐすと足が軽くなります。ちょっと痛いかもですが、ぜひ無理せずやってみてください。次は膝パタストレッチで鼠径部のリンパを流します。膝を90度に曲げて、膝の外側に足首を置いて倒していきます。足の鼠径部、コマネチラインを伸ばしていきますよ。このコマネチラインに太い鼠径リンパ節が通っています。反対も同じようにやっていきます。しっかり呼吸していきましょう。腰が浮いてしまうとうまく鼠径部が伸びないので、腰はなるべく床につけましょう。運動不足や長時間同じ体勢でいることでリンパは詰まりやすくなります。お風呂上がりなど体が温まっている時に、ぜひこのリンパストレッチしてみてくださいね。次は鳩のポーズで鼠径部リンパを流していきます。前の膝は曲げて、後ろにしっかり足を伸ばしていきます。後ろの足の甲でしっかり床を押すようにすると、伸びている足の鼠径部がよく伸びます。体がこわばらないようにしっかり呼吸しながらストレッチしていきましょう。反対側もやっていきましょう。足を後ろに伸ばし、後ろの足の甲で床をしっかり押さえます。呼吸が止まると体に無駄な力が入りがちなので、ゆったりとした呼吸でストレッチしましょうね。Thank you.
次は仰向けになり、ヨガの魚のポーズです。手のひらは床側で、お尻の下に手を入れます。肩から腕全体を背中の下に入れるようにしましょう。肘でぐーっと床を押して、頭頂を床にくっつけて呼吸します。ヨガの魚のポーズ。胸と肩甲骨のストレッチです。首に負担がかからないように、しっかり肘で床を押してくださいね。肩甲骨がほぐれるとリンパの流れも良くなりますよ。次はヨガの橋のポーズです。両膝を立てたら、お尻をぐっと持ち上げます。肩から腕全体を背中の内側に入れ込んで、お尻の下で手を組みます。ぐーっと両手で床を押して、腰を天井方向に上げましょう。ヨガの橋のポーズ。息が詰まりやすいので、しっかり呼吸しましょう。背中がほぐれてくれますよ。次は脇の下を揉みほぐします。手を楽な位置に上げて、脇の下を揉みほぐします。4本指と親指で脇を挟むようにしましょう。脇の下には液化リンパ節という大きなリンパ節があるので、老廃物がどんどん流れてくれますよ。反対側も行います。リラックスしましょう。しっかり指で掴むようにして、リンパを刺激していきます。体がだんだん温まって熱くなってきていませんか？ぜひこの動画が終わったら、しっかり水分補給をして寝ると、体がさらにスッキリしてくれますよ。一緒に続けましょう。次は鎖骨リンパを刺激します。両手をグーにして、鎖骨の下を内側から外側に向かってなぞります。鎖骨は顔にも近いので、ここがほぐれると顔の血色もアップしますよ。顔のむくみも取れやすくなるので、優しく流していきましょう。最後はヨガのウサギのポーズで、後頭リンパ節を刺激していきます。ひざまずいて、両手を床についたら、頭の頭頂を床につけます。お尻側で手を組んで、腕を天井方向にぐーっと伸ばしていきましょう。ヨガのウサギのポーズ。首の後ろにある後頭リンパ節を刺激して、頭の血流を流していきます。呼吸をしっかりしましょう。全身の巡りが良くなってくれますよ。
疲れ様でした。ゆっくり起き上がっていきましょう。お疲れ様でした。かなりね、全身がポカポカしたんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。まだまだストレッチしたい人はこの後流れてくる再生リストで一緒にやってみてください。じゃあお疲れ様でした。暑いね暑いね。じゃあまたねー。